はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。モンスターハンタークロス、では今回もやっていきましょう。村クエの星1ですね、緊急が出ましたので、今回は、こちらの緊急クエストをこなしていこうかなと。で、緊急はまあドスマッカオでしたね、予想通り。で、この緊急を出すためには、星1のクエストを一応ね、全部クリアしないと出ない感じかな。一応全部クリアしたら出てきました。で、ここの、猫娘のジャギー討伐依頼っていうのは、なんか猫娘が依頼してきたやつなんで、なんか吹き出しマークがついてますね。で、この緊急をやる前にですね、ちょっとモンスターハンタークロスになって、武器のね、強化システムがどうも変わったみたいなんですよ。なんで、それをちょっと解説していこうかなと思います。まあ、武器を入手する方法としては、まあ、武器の生産と武器の強化っていうのがあって、まあ、武器の生産はそのまんまですね、まあ、素材とお金さえあれば、まあ、ここにあるものが買えると。で、装備の強化っていうのは、今ある装備をもとに、まあ、どんどん進化させていくっていう感じだったんですけれども、まあ、今までは、その、元ある武器に素材を、投入して、どんどん進化させていくっていう方法だったんですけど、ちょっと左下の強化内容が見慣れない、まあ、画面になってると思います。で、やり方としては、この今、ビルダーアームズっていうのがレベル1になってるんですね。で、基本的には、このベルダーアームズのレベルを上げていって、例えばこれになると、レベル3になると作れるようになる。で、これはレベル4になると作れるようになるっていう、システムになってます。なんで、このベルダーアームズをレベル6まで上げて、新しい武器を作るのか、それともレベル3の段階で新しい武器にしちゃうのか、っていうような感じだと思います。上げてないんでわかんないですけど、とりあえずレベルを上げてみましょう、レベル2に。で、レベルの上げ方は、基本的にはこの素材の評価値。鉄鉱石は、評価値1で、レベル2に上げるためには評価値が4必要なんですよ。で、なんで、鉄鉱石は4つ必要。マカライト鉱石だったら1個で十分という。まあ、鉄鉱石いっぱいあるんで、4つ投入するとメーターが溜まって4分の4ですね。で、ポコってやると、ベルダーアームズレベル2、攻撃力60から攻撃力82。で、切れ味ゲージもちょっと伸びますね。なんで進化させましょうと。で、今度、レベル3にするためには、まず必要素材として火薬層が3つ必要です。まあ、ちなみに4つ持ってます。で、あともう一つ、一番下の鉱石素材、評価値が6必要です。これもちょっと上げられそうなんで上げていきましょう。で、評価値6なんで、まあ、これも鉄鉱石で上げられるんで、鉄鉱石6個使いましょう。で、OK と。レベル3になると攻撃力は90になって、切れ味の、黄色ゲージがかなり伸びますね。ほいと。さすがにこの先はいけないか。ベアライト鉱石。ガウシカの角。これ多分雪山だな。で、虫の素材が必要と。で、レベル3になったので、解放されましたね。レベル3解放っていうやつ。で、これで多分、ポイシングティアっていうのが、作れるようになると。まあ、素材は必要ですけれども。で、どんどん、武器を進化させていくっていう形になります。なんで、まあ、結構ね、鉄鉱石とか地道に集めました。基本的に星1のクエストは、まあ、見てみるとわかるんですけれども、まあ、素材系の集めるやつですね。なんで、出るたびにピッケルと虫網を持ってって、まあ、一応、取れる分は結構取ってきたっていう感じで集めました。じゃあまあ緊急クエストいきましょう。武器も進化したことですし。よし、行くぜ。で、防具は全く変えてないっす。基本的に最初の方は防具あんまり作んなくても大丈夫だと思うんですよ。そんなにバシバシ当たんないんで。まあ当たらなければどうということはないという感じですね。地図と取っていきましょう。携帯食料はもう最初に食って。あ、そう。で、ギルドスタイルはギルドスタイルのまんまです。どうしようかな。ちょっとこいつで一回瓶を貯めていこうかな。ほいほい。よいしょ。ちょっと。OK。まあ、ついでにこいつの素材を剥いでいきましょう。まあ、竜骨とか。竜骨がね、足んないんですよ。こいつあんまり倒してないんで。
生肉と多分牛骨をくれると思うんですけど、全然違った。なんとか竜の顔を手に入れた。あとドスナッカオがどこにいるかですよね。ちょっと6番の方から行くか。あと逃げられると厄介なんでペイントボールを貼っときましょう。食事はね、そういえばしてないっすね。最初の方なんで大丈夫かなって。もう完全舐めてますね。ハンター生活。最初のモンスターを探すのがちょいと面倒なんで。あ、いましたね。ここか。5番だったかな、これ。お、なんか名前が出てくるようになった。はやっ、ってか地下ターゲッティングはしましょう。ほりゃ、こいつ、あ、そうかそうか、こんなんあったね。そうか、瓶は溜まってるんだったもん。ほりゃ、おーだ、くらい、当たった？当たったね。しかもちょうど頭に当たったな。お、結構射程が長い。あ、外した。いてー、そこそこ食らうな。やっぱり最悪絶対回避を使う必要が出てきますね、これは。おーりゃ、おーりゃ、おっと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 。やっぱ最初の装備じゃ結構辛いか。回復薬がね、5個だけ持ってるんで。あんまり持ってないっす。あんまり作ってないんで。応急薬3つだけでなんとかなるかな。この状況だとちょっと厳しいかな。おりゃ、ここで来たか。本当だったらな、叩き込みたかったけど、ピンが溜まってないっていう。いってちょー、食らう。これは結構ピンチだぞ。今怒ってますからね。食らえ、よし、やばいやばいやばい。いや、これは正直やばいな。1回食らうごとに応急薬を使わないといけない。なんだ。何匹か倒すのかな。マッカーを逃げてったな。ちょっと携帯砥石を使って切れ味を補充しましょう。武器は強化しておいてよかったな。初期値のままだったら多分すげえ弱かったな。多分絶対回避とかね、まだね使い慣れてないんで、使いどころがね。よしよしよし、これどうするんだっけな。あれがない、瓶がない。やばい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 、これやばいやばいやばい。ほら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 、よし、ほらほらほら。あれ、もう弱ってる。弱かったな。まあ最初ですからね。しかも村クエっていう、これは早々にケリがつきそうだな。蜂蜜取ってこ。蜂蜜は大事っす。で、多分寝るんで、寝たところをとどめを刺して、
とりあえずね、鉱石は、3番と7番と9番、11番、10番っていうような感じで回っていくと効率よく溜まりますね。そもそも5番が巣なのかどうかがわからない。まだ動いてんなこれ。乗れればさらに楽だったな。ほいー、おーってやー、くーら、え、発射。結構しぶといね。おりゃ、痛い。ちょっと欲張りすぎた。こういう時に絶対回避を使えばいいんだろうけど。オッケー、まあ楽勝でしたね。超愚竜みたいな、超天竜わからない。相変わらずの漢字の難しさだな。これ落とし物、落とし物か。竜の涙。あ、そうか、スラッシュワックス瓶を蓄積させて、なんか左の方が黄色くなってるけど、攻撃力強化みたいなの、あれこんなんだったっけ、光ったっけ。ちょっと久々で忘れてんな。ただやっぱりチャージアックスは使いやすいっすね、自分的に。クエストクリア。結構いっぱい出たな、竜骨。お、イバラ。これがドスマッカオの素材っすね。まあ、下は大したことはない。V 破壊したな。どこの V 破壊したんだ。マッカオ、マッカオ、マッカオと。ただ、やっぱりちょっとね、防御力が低いな、最初のやつだと。食材が増えた。めっちゃいっぱい解放されたな。おお、なんだなんだ。これはハンター殿、無事に戻って何よりだ。ドスマッカオの狩猟見事だった。現地に足止めされていた調査隊からもハンター殿宛に謝辞が届いておるよ。ハンター殿は竜歴院のハンターとなるべき十分な力量を備えているようだな。では話の続きは彼からしてもらおう。あ、そうか、これで登録か。いや、おかえり。緊急クエストを見事にクリアしたようだね。竜歴院の所属手続きも完了したよ。君を竜歴院の所属ハンターとして迎えることを院長に代わって伝える。ようこそ竜歴院へ、歓迎するよ。おめでとうハンター殿、これからは竜歴院の研究を支えるため様々なクエストが届くことになるだろう。クエストカウンターへ行けば星2のクエストを受注できる。詳しくは受付のお嬢さんに聞いてほしい。さて、君にはここベルナ村だけでなく新たな3つの村を拠点にして調査を行ってもらいたいと考えている。ココット村、ポッケ村、ユクモ村、名前は聞いたことがあるかもしれないねうん、聞いたことあるよ完全に。各村の村長には話を通しておいた。うん、遠方の村を訪ねるには移動手段が必要となるだろう。そこで飛行船の利用手配も済ませておいた。これで他の村の訪問も時間をかけずに行えるだろう。詳しくは村の奥にいる飛行船窓口に聞いてくれ。それからハンター殿に一つ渡したいものがある。お守りはご存知かね。採掘やクエストの報酬で得られるものでな。このお守りを鑑定し能力を明らかにしたものを五石と呼んでおる。身につけられることでスキルポイントが得られるのだ。ぜひ活用してみてほしい。それではこれからもよろしく頼むぞ、竜歴院のハンター殿。闘志の五石。これはあれか。で、多分星2のクエストが受けられるようになっていると思うので、まあ、チャラッと見てみましょう。これって他の村に行かないと他の村のクエストって見れないのかな。あ、でもそんなことないな。旧砂漠とか絶対ここから行くやつじゃないしね。ドスゲネポスを狩れとか。
ドスガレオスいるのか。ドスガレオス超めんどくさいんですよね。砂に潜ってるんで。ヤオザミ、特筆すべきものはちょっとないので、そうですね、またちょっとクエストをこなして緊急あたりが出てきたらまたやっていこうと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。